香川勝男は、戦国時代の秋国の武将、秋国中将主、秋香川氏の家臣、豪遊な武将で、大蛇退治などの伝説を持つ、栄翔12年、秋香川氏の一族として生まれたと言われている。詳細な家系は不明だが、香川光景の弟に、香川学友という人物がおり、勝夫本人もしくは近い人物と見られる。 英雄15年6月中旬、母が女児を出産するがすぐに、母子供に死去した。鹿島流の標法を学んだ剣道の達人である父、かつただしに幼い頃から鍛えられるが、大英6年2月、父も38歳で病死した。十五人力の豪遊の死として知られ、主君、香川光景に仕えた。秋武田氏の大軍が、 八木城に攻め宿りきすと聞き、盲目であったカツオは主君に申し訳ないと切腹をしようとするが、家来のまたごろの還元によって思いとどまり、阿部山のふもと、柏経山中のお岩のある川辺に草案を作って、必勝を記念していた。香川氏が、毛利氏に従うと、カツオもそれに従い、数々の戦で活躍した。a 6十2年。 天子勝久率いる天子最高軍は、出雲国、放棄国の旧天子勢力を結集し、三正加国に侵入、毛利氏の守る高田城への攻撃を開始した。高田城を守るは、香川光景、光景、春継しかし城内には、元天子の交渉が、多数おり、内容者が続出式教に立たされた。香川勝雄は、その混乱に乗じて、 攻撃を加えてきた、天子、三浦連合軍と、その支援に来た浮田勢と戦い、打ち死にした。カツオの奮戦によって、高田城は、落城を免れた。なお、カツオの家来、又五郎は、カツオ打ち死に後、その首を奪い合う、者たちを切り伏せたが、自身も寸断に切られ打ち死にした。協力五年、カツオが十八歳の頃、香川市の所領である、八木荘に、 怪物のようなオロチが、アブ山の中原から出没し、ヤギ層を荒らし回っていた。カツオは、主君の香川光景に、大蛇退治を滋賀にし、同年2月27日に一人でアブ山に登り、中佐という地点で巨大なオロチを吉本の太ちで、退治して、一躍有名を馳せた。しかし大蛇は退治される寸前に、カツオに呪いをかけ、盲目にしてしまった。 困り果てたカツオは、近くにある、湧き出た泉で目を洗うと、その目が見えるようになった。その後、その泉は眼病に効く霊源あらたかな水として、知られる。カツオが切ったオロチの首が初めに落ちたところを刀延、べ、二度目に飛び入ったところを、オロチの首から流れる血が放棄のように吹きつつ飛んだので、放棄溝、最後に飛び入ったところは、オロチの血で池となり、 その池の中に深く隠れ入ったというので、蛇王地と、称えるようになった。この蛇王池は、壁線の梅林駅より、約100メートル北あたりにあり、このあたりを、蛇王地地と称していたが、後に語呂によって、上落地と書き改められた。蛇王、池田植えというのがある。大事の際に使った、吉本の立ちは、秋香川市の祈祷所であった、三弘神社に奉納されていたが、 現在は失われている。カツオが大蛇大事に使用したと伝われる三尺一寸の吉本の立広島市立八木小学校の一角に、高さ2.8メートル、周囲6.8メートル、重量約10トンのキツネ岩と呼ばれる岩が存在している。本来は、八木小学校から約250メートル南側にある、皆川山近くの水田に、 上部約60センチメートルを出して埋没していた。当時の大田川は、現在よりも、阿武山川に流れており、この狐岩はその川もに浮かんでおり、船を沈める難所となっていた。後に、川の流れる位置が変わり、狐岩周辺は、田んぼとなる。戦国時代、この大岩の上に美しい女が立ち、笑って人を馬鹿にして踊るという不可思議な現象が、起きた。 これをいぶかしんだ。香川勝夫は、女が現れるのを待ち、ついにその女を退治した。退治された女は、人間ではなく、実は大きな年老いた狐であった。現在も、狐岩物語という話として伝えられている。ありがとうございます。